夏の味覚スイカ。手間暇かけて作られた収穫目前のスイカが畑から盗まれる様子をカメラが捉えていました。これは浜松市内にあるスイカ畑に設置された防犯カメラの映像です。午前3時半過ぎ、誰かが畑の奥へと進んでいきます。2分後、戻ってきた人物の左手には大きなスイカが。2日後、同じ人物と思われる不審者が再び畑に現れます。時間は午前3時半過ぎ。そして戻ってきた時にはやはり大きなスイカを抱えていました。この畑では2日間で合わせて11玉のスイカが盗まれたといいます。スイカの盗難被害に遭った浜松市内の畑に来ています。こちらの小屋の中に仕掛けた防犯カメラに犯行の様子が映っていました。夏を代表する果物のスイカ。時間をかけ丹精込めて作ったスイカが盗まれてしまったことに、被害に遭ったスイカ農家の中村さんは憤りを隠せません。やめてほしいね。1個2個ね、食べるもの取るぐらいならまだ可愛いんだけど、うん、何日も何日も来てね、はい、やってるっていうのはもう社会に不安を与えるよね、うん、この畑では歌舞伎という品種のスイカをおよそ100個作っていて、2月下旬の土作りから始まり、収穫までおよそ5ヶ月かかるといいます。今シーズンの販売は終了しましたが、糖度は12度から13度と甘く、直売所では1玉1500円から2000円で販売されるものです。農家泣かせのスイカ泥棒。防犯カメラをつけていたことで盗難被害を把握することができました。ここに設置して、でこうやってあっちに映るように。そうです。そうです。後ろ姿も映ってますよね。それから前、はい、それでこれ夜だと政府さんがやっぱ遠く反応しないもんで、はい、かなり近く来ないとカメラのスイッチが入らないね、はい、犯人はここを通ってきて、はい、あちらの畑へ向かったと思われるということですか。そうです。でその瞬間がこちらのカメラには映っていた。そうです。ああ、そうだったんですね。中村さんによりますと、スイカの栽培はメロンと同じくらい難しいといいます。毎日のように畑に足を運ぶ中である異変に気づきました。7月の10日頃、うん、足跡があって 足跡もこういうふうに上からこうやってくればね、そんなにないけどこうなってたのね、うん、それが雨の後ね、はい、もう雨だとまた流れちゃうもんでね、はい、気がつかないけど、うん、雨の後こんな風になってるもんで、はい、もう確実にもう入ってるな。そこで防犯カメラを設置したところ、犯行の様子が映っていたといいます。ただ街灯もない暗闇の中、2分ほどでスイカを持ち出す手際の良さ。中村さんは畑に設置してあった目印が犯行の手助けになってしまったのではないかと話します。このぐらいの大きな30センチぐらいのスイカとも見えません。見えないもんで、何やるかというとね、泥棒にとってはすごく狙いやすいことをやると、逆に言えばこれがそうですけどね、こういう棒をスイカが、そうですね、ゴルフボールからこのぐらいになったら、はい、スイカになってるところにこう棒を立てておくんです。効率的に作業をするために設置した目印が泥棒に悪用されてしまった可能性があるそうです。防犯カメラが設置される前の被害を含めると20玉から30玉の被害、6万円近い損失です。6年前からスイカ作りの講習会を行うなど、スイカ栽培の指導も行っていた中村さん、周辺への影響も心配しています。周りのね、これからブドウとかそういうのが方に被害が及ばなければね、うん、
もうここで止めにはいかんなっていうのが、まあ、一番だよね。そんなにスイカ食べたければね、来年から出てくださいって学んで自分で作ってほしい。学んで作って、そうすればね、何倍も欲しいと思いますよ。自分で作ったスイカみんな言うもん、やっぱ自分で作ったスイカは格別だなっていうもん。近隣の畑にはトウモロコシやシャインマスカットを栽培する農家も多く、周辺では不安な日々が続いています。防犯カメラが捉えたスイカ泥棒、警察が窃盗の疑いで捜査しています。